写真拡大。選抜高校野球1回戦、富岡西一の三東邦、26日、甲子園球場。初戦を突破した東邦が、三塁側アルプスから友情応援を届けてくれた大阪桐蔭吹奏楽部に、米国遠征で不在の東邦マーチングバンド部に代わり、選抜出場を逃した大阪桐蔭の吹奏楽部、約120人がこの日の応援を担当。1失点完投し、打撃でも2打点と活躍した石川は、殊勲の勝ち越し打を放った松井も、すごくゾワッとした。打てる気しかしないと喜んだ。森田監督も大きな音で勇気づけられました。感謝していますと友情応援に感激した様子だった。大阪桐蔭吹奏楽部は楽譜を受け取ってから、東邦のマーチングスタイルを完全再現するため、約2週間の練習を行い本番を迎えたという。昨年の日本歓楽合奏コンテストで最優秀グランプリ、文部大臣賞に輝いた実力校の演奏に、チームはもちろん、スタンドの観客も大喜びだった。